皆さんこんにちは EasyJapanese へようこそこの番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしますもっと自然な会話を覚えたいでも映画やテレビでは難しすぎるという方に台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けしますポッドキャスト YouTube にチャンネルがありますので、お好きな方でお楽しみください。今日もよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。えー、今日はですね、えー、11月22日月曜日になります。ちょっとね、前回の七五三のエピソード、あま一、あ、週間ぐらい前だったかなと。 思うんですよね、収録したのが。で、まあ今、七五三の時期で結構忙しいですよっていうお話をしてたんですけど、まあ本当に色々忙しくて、まるまる一週間ちょっと空いちゃって、空いてしまいました。申し訳ございません。えっと、ということで、えー、まあ今日からね、また頑張ってやりたいなと思うんですけれども、えー、今日はテーマの通り、11月22日ということで、 い,い夫婦の日ということでということなんですで今日は夫婦でお送りしたいと思いますお願いしますお願いしますはいもう言っちゃったんだけど、うん、まあ11月22日は何の日でしょういい夫婦の日ですはいまあこれはあの語呂合わせでねはいあのいい,い11がね11月のまず11が「 一一ってなってて、い、いっていう風に読むと。うん、で、二十二が、まあ、ふ,ーふーい、ね、ふと。そうですね。ことでね、あの、ふっていうのは、一つ二つの、ふ、うっていう意味だね。はい。うん、そうです。ふ、ふ、ふということで。うん、なので、あのー、まあ、一一二二、なんですけど。結構、まあ、今日はちょっと雨降ったりとか、天気はね、寒いし、あんまりよくないけど。 このいい夫婦の日11月22日に結婚する人結構いるよねいますね結構っていうか多分日本で今のねこのこの今の時代に一番多いぐらいなんじゃないそうかもしれないですねうんまあもちろん毎日さ、うん、どこかで結婚したりとか例えば2人が出会った日に結婚するとか例えばどっちかの誕生日にするとかあとは何かの記念日にするとか多いけど でもやっぱりこのいい夫婦の日に結婚するっていう人多い気がするまあ分かりやすいですしねいい夫婦っていうそう、はい、結構あのニュースとかでもさ「今日はいい夫婦の日です」みたいにやるから、うん、あ忘れてたってことはないかもしれないね忘れないですよね、うん、普通の日よりは覚えやすいかなと思うはいあのー、今ね令和3年ですけど令和になる 平成が終わって令和になるっていう時にその日にした人結構いたよねいましたね、うん、私の友達もその日にしてましたね、うん、そうだね結構僕らの写真を撮るお客さんなんかもそういう人いたけど、はい、あれ確か5月1日に変わったんだよねそうですそうでだから5月1日ってなんか結構忘れるあれ <laughs> かいつだったっけみたいな <laughs> なりそうな気もするうん、うん、しますがはい ちなみに私たちはね12月に、まあ、結婚したんですけどね、はいまあ、いい夫婦の日ではなかったんだけどこのいい夫婦っていうのはやっぱりこうなんか語呂がいいっていうかさ、うん、まあこの間はの、ね、ポッキーの日みたいなのも11月11日とあったんだけどあのこの語呂合わせ系語呂合わせっていうのはこの「一をいい」って読んだりとか「いいなんとか」とかさそういうふうに読んだりするっていう中であの一番有名な日なんじゃないかなって思う。 そうですね。うん、いい夫婦、うん、もう絶対聞きますよね。うん。うん、あとはまあ、肉の日とかあるけどね。あ、肉。二十九、あ、二月九日とか二十九日とかで、肉とかもあるけど。はい。あと八月三十一日、野菜の日とかね。うん。あるけど、でもいい夫婦の日は一番有名な気がします。そうですね。うん、で、結構、車とかでも、一一二二のナンバーにしてる人多いよね。あ、そうですか。うん、それは。 かあのなんていうんですかあまり見たことがなかったですあそうはい僕はでも知り合いとかでも結構多いしあの道路走ってても1122のナンバーの人多いなって思ってあこの人たちはきっといい夫婦の日に結婚して、うん、それもまあ車のナンバーにもしてるんだなみたいななるほど感じを受けますけどねなるほどわ、うん、かりました、うん、へえ<ー>結構いるよあそうなんだ、うん、知り合いいでも結構いるしちょっと あの注目して、うん、してて運転みます、うん、なのでそうだね、まあ、いい夫婦の日って別に何かするわけじゃないんだけど今の理由で多くの人は大体この今日っていうか11月22日に結婚してる人多いから大体の人というか多くの人にとっては今日は結婚記念日だから、うん、だから何か特別にしてるって人は多いかもしれないあ。そうかもしれないですね、うん ただまあ普通の人にとってはあそうなんだなみたいな感じ、うん、あいい夫婦の日かみたいなそういう感じだなとは思うけどね。うん、どうですいい夫婦の日。いい夫婦の日、うん、あのなんて言うんですかね縁起が縁起がいいというか縁起がいいっていいんですかね。うんうん、とてもこういい良いっていうのがつくだけで、うん、こう気分が良くなりますね。 今日は何かこう家族家族というか夫婦で何かしようってちょっと思えるような日だと思います、うん、なるほどうんなるほどねまあ11月は全部いいそうそうということになってくるんだけど <laughs> まああんま他にまあいい豆腐の日とかあったけどうん、うん、まあ多分いい何とかの日っていうのはいっぱいあるんでしょうあると思います、うん、調べればあのたくさんありそうな気がしますねはい、うん、例えば明日だったらなんだろう 明日は本当はあの勤労感謝の日っていう祝日なんだけど、うん、いい福房の日とかねんかいくらでも <laughs> 何とでも言えますね、うん、そうだ例えば11月24日だったらなんかいい日にしいいにしいいにし,いいにしんとか,なんか <laughs> まあまあ言おうと思えばね <laughs> そうですねあるんだけど、まあ、そういう結構日本人で語呂合わせがすごい好きだから、うんうん、まあ例えば 本当に11月29日とは絶対いい肉の日だろうって思うんですけど絶対そうだと思う <laughs> だけどいや分かんない多分それはまあ多分そうなんだけど本当にあるかは分からないけど多分そんなことはあるでしょううん、うん、あると思いますよはい、はい、まあこれはあの今僕が作ったことなんで違う分かんないけどねけどまあとりあえずそんな感じはいまあ別に今日いい夫婦の日なんですけど昨日がねちょっとすごいなんかいろいろして疲れてて 最近いろいろして疲れてるんで、はいまあ、今日月曜日なんですけど僕らはもう本当に今日ぐったりっていう感じですねうん疲れましたね、うん、もう寝て,寝てましたね、うん、お休みの日にしましたうん多分あのうちとかはねあのフリーランスなのであんまり休み関係ないんだけど今世の中的には、えー、と昨日一昨日と土日があってで今日月曜日そして明日、えー、と火曜日 が、えー、と勤労感謝の日で祝日でお休みなので大体今4連休の人が多いんじゃないかなうんそうですね、うん、で4連休の今3日目ということではいみんななんか今は日本はね落ち着いてるからコロナがちょっと出かけたりとかなんかしてる人もまあ結構いるんじゃないかなと思うんですけどねはい、うん、まあ世界的には今どういう状況なのかっていうのはちょっと何とも言えないところありますけどまあ今いい夫婦にこう連休が絡んでるので いいいい夫婦の旅行とかかししてるる人もいるかもしれないですねうんそうですね、うん、ちょっと温泉行ったりとかね、はいうん、なんか旅館泊まったりとかしてる人もいるかもしれないですけどまあ,あの皆さん気をつけてねあの今寒くなってきてるんでね、まあ、風邪ひかないようにしてほしいなと思いますけどねはい、うん、そしてそしてね、はい、あのまあ今日聞いたんですけど明日からものすごく寒くなるらしい、うんうん、で雪降ると。 はい、雪積もるかもしれないと。うん、ということで今日の夜からすごい寒くなるそうなので、まあ、これは日本だけどね日本にいる皆さんは気をつけて本当に過ごしてほしいなと思います。はいはい、ということで今日はいい夫婦の日ということで、えー、今日ご結婚された皆さんがいたらおめでとうございます。おめでとうございいます、はい、もしかしかたらさ聞いてるこの、えーと リスナーさんとかさチャンネル登録してくださっている方の中にもいい夫婦の日に結婚した方がいるかもしれないね。あそうですね。あるうん、いるかもしれない、ね。いるね。うん、うん。絶対いると思う。<laughs> <laughs> なので、まあ、そういう方はぜひコメントしていただけたら嬉しいなと思いますしもしあの日本以外の国で住んでいる方でそういういい夫婦の日というかその結婚しているカップルのためにこうお祝いの日みたいなのがある。 よっていう方はね何月何日ですよってのを教えていただけたら嬉しいなと結構クリスマスとかねあの欧米だとそういう日なんだけどねまあ家族とかさうそういう日な気はするんだけど、はいうん、まあいろいろありますけどねうんまあそんなところで、はい、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました<ん>噛みましたありがとうございましたって言って,て <laughs>、はい、ごめんなさいちょっと締まりが悪かった <laughs>、はい、ありがとうございましたありがとうございました また次回もよろしくお願いします。ではでは。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。この番組は毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしています。ポッドキャスト、YouTube のフォロー、チャンネル登録をお願いします。それではまた。 次回の Easy Japanese でお会いしましょう。ではでは。